ラファイエット大学は、ペンシルベニア州イーストンに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1826年に設置された、少数精鋭性の教養教育に重きを置く、東海岸の伝統的なリベラルアーツカレッジである。IB リーグレベルの教育を少人数で提供すると、言われるリトルアイビーの一行で、またヒルンアイビーの一つとしても数えられる。大学名は、 アメリカ独立戦争とフランス革命で活躍したラファイエット公爵に由来する。彼のモットーであったカーノンの下に常にどんなことにも疑問を持ち挑戦することを推奨している。リベラルアーツカレッジとしては珍しく高額の専攻を要する。2016年時点で過去6年間本学の学生が最も多くゴールドウォータースカラーシップの奨学金を 獲得している。また、フォーブスの全米大学ランキングでは、約4000校中48位にランクインしている。スポーツで、ライバル関係にある、リーハイ大学とのアメリカンフットボールの試合は、ザ・ライバリーと呼ばれる。この関係は153年続いており、アメリカのカレッジフットボールのライバル関係で最も、長い歴史を持つ。150周年の試合は、 ヤンキースタジアムで行われた。1929年に建てられたカービー・ホール・オブ・シビル・ライツはニューヨークのグランドセントラル駅の設計を手掛けたウォーレン・アンド・ウェットモアによって建てられた。建造当時、1平方フットの価値がアメリカで最も高い建物であった。本学の学生新聞であるザ・ラファイエットは1870年に創刊され、 ペンシルベニア州の学生新聞で最も長い歴史を持つ政治、放送、軍学術経済スポーツ文化、芸能。ありがとうございます。